久しぶりね。そう、久しぶり。いつぶりだ？2月ぶり？ 3 月してないから、確か2月ぶりかな、わかんない、1月ぶり？どっちだっけ？2月か、2月かな。明日の服決まった。だいたい決まりました。なんとなく決まりました。こんばんは、こんばんは。そう、なんとなくね、なんとなく決まったお。明日お話し会前に、家出る前にショールームしようかなと思っております。話し会終わったらね、すごい夜になっちゃって、夜って感じだから。こんばんは。明日久しぶりに会えるね。本当ですね。そう、話し会髪色変えたね。ちょっと若干茶色っぽくなってきた。なんか真っ黒って感じじゃなくなったよね。こんばんは、こんばんは。確かに真っ黒ってなんかなんなくなったかも。髪どうしようかな。髪ロングで初めてのお話し会なので、そう、髪型どうしようかなって思ってます。どうしようかな。どうしていこうかな。こんばんは、こんばんは。こんばんは。明日はお話し会で、明後日は二人公演なので、いい週末ですね。いい土日ですね。いい週末。いい週末。
お題リサイタル行きたいな。かわいい。何日だっけ？16、17？ ん？いつだっけ？お題18、19か。うん、18、19か。いけるかな？行きたいな。いけるといいな。いけるといいなね。あやとり公園のゲスト誰かな。誰かね、なんか最近ゲストを呼ぶようになったんだね。ゲストは公開されてないんだ。ゲストは本当にサプライズみたいな感じなんだ。その皆さんにはキスバイエイト、ねえ、キスバイエイト楽しみ。もう来月1ヶ月後やん。すぐかな。もうすぐ来ちゃうかもね。明日生写真発売ね。さあ、生写真発売なのでぜひ、ちょっと生写真自分の調べよう。どうなってるんだろう、生写真。みんながね、生写真どこ、生写真どこかな。どこだ。こんばんは。
暗くね、私だけ顔色暗くね。ピアスかわいいよね。ちょうちょです。ちょうちょ。今日は金曜日か。金曜日ね。さっきまで金曜ロードショー見てたけど、だから今日ファンタスティックビースト公開だからね、やってたね。そう、見に行かないと。最新作も。じゃあ15分経ったので金言でいきたいと思います。13位わたあめさん、12位桃の天ぷらさん、11位お父さん埼玉さん、10位 YSN73 さん、9位わだちゃんエレ大福さん、8位マモエレ大福さん、7位のりやエレ大福さん、6位やすさん、5位スイカエレ大福さん、4位アラカートルさん、3位ともゆがれいかさん、2位ゆうたあやねちゃんのことが大好きでさん、1位なつめさんです。ありがとうございます。よし、というわけで、明日はお話し会です。来てくださる方よろしくお願いします。バイバーイ、おやすみ。